皆さんごきげんよう。仏教の基本は私たち自身が五運でできていって、そしてその五運を自分だというふうに執着をして間違って捉えて、そうして世の中をそのように見て、そしてそのように判断を下していくことによって、やがて苦しみが来るという、こういうことでしたね。その構造でしたね。ですから、私たちが注意しなければいけない一番大元の世界観というのは「我」ではなくて五運の集まりに過ぎないという、そういう自分自身を見るその自己認識ですね。そういうものを大切にせよと、一番大事なんだぞと、こういうわけですね。それで、それがそのちょっとずれてると、ずれるというのはその認識の仕方が間違っていると、いかにも仏教的なように見えるんだけれども、実は仏教じゃないという、なんていうかな、陥りやすい錯覚ですね、そういうものがあるよというのを教えてくれるお経があります。ちょっとややこしいこと言いましたね。仏教の教えに近いように見えるんだけども、よくよく考えてみると違ってるよという。そういう考え方もあるんだという紹介なんですね。それがここに出てきます、山鹿さんというお坊様が、ビクですから、ビクというのは仏教の修行者ですから、この人は仏教のお坊様なんですね。だけども、間違ったものの見方をしてるんだと言うんです。でそれは どういう考え方かと言いますと、ここに書いてありますね。煩悩を滅したものは肉体が滅ぶと、つまり死ぬとということですね。自己が断ち切られ、死んでも再生しない。わかりますか？だからこれ理屈で言うと、煩悩を断ち切ったら死んでも再生しないっていうんだから、構図としては涅槃の話なんですね。涅槃に入りますということだから、仏教的だなという気がしますね。仏教の教えじゃないのと思いますが、ところが間違いがどこにあるかというと、肉体が滅ぶと自己が断ち切られと。私これ自己っていうのはここへ足しておきました。これお経の中に自己とは書いてないんだけども、これはもう明らかに自己という、そのこの山鹿さんは自分というものが実在しているという前提で語ってるんですね。今私は私という実在があって、そして今修行してると。そして煩悩が断ち切られると、今ある自分というこの実在が死ぬことによって、そこでプツッと切れて、私という存在がそこで終わりになって、そして再生しないと、こう考えてるわけなんですね。だからもうお聞きになってる皆さんはどこが間違ってるかもう分かるはずですね。今自分という自己がここにあるという思いそのものがもう間違ってるわけで、自己というものはないんですね、本来的に。五運の集まりだから。だからそこに山鹿さんは形としてはね、煩悩を断ち切って生まれなくなるんでしょ、それならいいでしょと言うんだけども、その前提として自分という実在を想定してますから、山鹿さんの心の中ではね、自分が断ち切られるという、ここに恐怖が出てくるんです。わかりますか？今ある自分がずっとあり続けてきたんだけれども、死ぬことによってその今までずっと同じ状態であったものがそこで終わりになるという、なんていうか、終末の断ち切られることによる恐ろしさというのがここに入ってくるんですね。実はこれが私たちが普通考えている死の恐怖なんです。だから山鹿さんはその死の恐怖を超えていないんですね。で私というものが本来的に存在しないのであって、これはもう刻一刻と数百分の1秒ごとに変容していく変化の集まりに過ぎないということになると、それが死ぬことによって、その変化の集まりがふわっとうんさん無償していくという状態になりますと、本来的にしっかりと握っていた自分をそこで手放さなければならないという思いにはならないんです。で仏教が言う涅槃が安楽だっていうのはそういうことなんです。手放さなければならないものを無理やり手放して奪われていくんじゃなくて、もともと手放すものなんか何もなかったんだという確信を持って終末へ、死へ向かっていくということによって、恐れのないその生き方が実現できるということになるわけなんですね。でそれが真理なんだと、それが本当の姿なんだと、こういうわけです。よろしいですか。だから山川さんのこの考え方、いいように見えて微妙にずれてるということなんですね。それをこのお経は言うわけです。なかなかしっかりと考えたるお経ですね。それでこの山川さんに対して舎利発さんがね、知恵第一の舎利発さんが、このお経を説きます。このお経はね、お釈迦様の教えじゃなくて舎利発の教えということになってるんですね。こういうんです。もう皆さんご存知の句ですね。五運は無常で苦で我ではないと、無我なんだと、五運はね。そして五運は我でなく、五運の中に我があるのでもなく、五運とは別に我があるのでもない。つまりどのような場所においても我というものは設定できないんだと。五運の中にもないし外にもないし、五運が含んでるわけでもないし、我の中に五運が含まれてるわけでもないし、もうどんな法眼関係も成り立ちませんと。我というものは実在しないという前提で世界を見なさいと、こう舎利発さんは山川比丘にお説きになるわけですね。それで、はい、ありがとうございます。それでこの、山川さんの間違った考え方に対して正しく考えるとどうなるか、正しい問答はどういう形になるかということを舎利発さんが改めて教えてくれています。煩悩を滅した比丘は肉体が滅ぶと死後どうなるのですかと言うんですね。山川さんはこう言いました。それまで自我として存在していた私がそこで断ち切られて生まれなくなるんですと、こう言ったんですね、山川さんは。そうじゃないよと、その質問に対する正しい答えはこれだ。五運は無常であり苦です。そして苦は滅尽し消滅しています。このね、苦は滅尽し消滅するっていうのはどういうことかというと、煩悩を滅したことによってもうすでに、よろしいですか、死んだ時じゃないですよ。生きてる間に自分の心の嫌な要素、苦しみを生み出す要素、煩悩が断ち切られたその時にすでに苦は滅尽し消滅している。そしてその苦のベースが五運なのですから、実はこの五運というものの存在は悟りを開いたというか、煩悩を滅した段階で実はもう消滅してるんだということになるんですね。これお釈迦様の状態です。菩提樹の下で悟りを開いたお釈迦様はまだ体としての五運ね、肉体と精神はそのまま残っているけれども、その中から煩悩は全部断ち切られていますから、その五運はもう苦ではなくなっている、苦でない五運になっているということなんですね。苦でない五運が死によって消滅して運散無償することに対して、もう苦は生じません。苦がないんだから。お分かりですか。苦を含まない、前のね言葉で言うと、苦を含む煩悩まみれの五運のことを五種運と言ったでしょ。取るという字書いたでしょ。あの五種運が悟りを開くことによって、煩悩を消すことによって種の字が取れて、ただの五運になるわけです。でその中にはもう苦がない、苦しみがないんだから、あと何ていうか、齢を重ねて寿命が来て、そして終末終わりになって二度と生まれ変わらないというその状態に対して、何の苦しみも憂いも起こらない状態になっている。もうその段階で五運そのものは消滅してると考えてもいいんだという、そういう教えなんですね。で今日のお経はここからね、例えがあるので、これをちょっとご紹介したいと思うんですね。はい、これでいいですかね。このお経のね続き、後半部分に例えがあるんですね。面白い例えです。大金持ちの、財産を狙った悪人がいると、資産家がいてね、その財産を狙ってるわけです。それでどうするかっていうとね、うまいこと取り入って、その資産家の家に入り込んで召使いになるって言うんですね。で召使いを装って家に入り込みます。そして主人に対しては愛想よく仕え、真面目に仕事をし、それでその主人もすっかり信用したと、その悪人をね。そしてある時隙を見てその主人を刀で切り殺したんだと。怖い話ですね。そしてもちろんその財産は奪われましたと。それでおしまいなんです、この話はね。でこの主人は常に最初から自分に対して害を与える人間と一緒に暮らしていたのに、全然それに気がつかなかった。むしろそれを自分にとって好ましい人物、自分に仕えてくれる良い人物として信頼し続けた結果として最後に殺されましたと。なんか釈然とせん話だけども、そういうことなんですね。はい、どうですかどうですかってのは、これ例えだから何が何に例えられてるか考えてみてください。主人は、お金持ちの主人ってのは、これは私ですね、私ですね。そしてこの殺人者とは何なんだ、自分に取り入って自分が私から見るととても良い素晴らしいものだ、よく従順に仕えてくれるもんだ、もっと言うと私のものだと思っていたものに最後に裏切られて殺される。その私を殺す殺人者とは何かというと、もうお分かりですわね。これが誤運だと言うんです。これが誤運だと。殺人者は誤運です。人は殺人者である誤運を信頼し、簡単に言うと自分です。今の自分というものが実在しているものだというふうに信頼し、近づきっていうのはもうそれとこう、一体化して生きていくわけですね。一体化して生きていく結果として最後に苦しみが来るんだと。お分かりですか。もちろんね、私というその自我意識を起こすなって言ってもそれは無理です。お釈迦様だって自分のことを私とおっしゃってましたから、それは無理なんです。だけども分かりやすく言えば、過度なる自分へのなんとか信頼というのかな、過大評価、誤運というものがただの集まりであるものを私というものだと錯覚し、その私というものはすごい存在で、絶対の存在で、そして世の中で中心となっている存在だというふうに、自我というものに対する過大評価をどんどん膨らませて、雪だるまのように膨らんでいく。わかりますね。そういう人いるもんね。もうほとんど世の中自分のためだけに動いてると思ってる人だってたくさんいますわね。ああいう感じですよ。でそうなっていくことによって最終的にそれはその人の足元すくわれて、その人の人生がもうボロボロになるんです。苦しみが来るんです。でたとえ何か足元すくわれなくっても、やがて衰えて死ぬというその現象に直面した時に、大きく大きく膨らんで、何者よりも勝った、もうなんとか自分の思い通りにならないことは何もないと思っていた世界が全部根底から崩れて死へと向かっていく時の苦しみですね。これは誤運を過大に評価し、自我だと思い込んで、それをなんていうか、さっきのねご主人のように嘘つきの悪人だと見抜くことなく、その無条件に付き合おうとしたことによる報いなんだということになるわけなんですね。そういう例えなんです。厳しい話ですね。厳しい話です。だけども考えて、もちろん例えですからね、極端に話をこう、なんていうか誇大に評価し膨らませて言ってるとかあるけれども、それにしても基本構造はこの例えは非常によく真実をついてると思いますね。そういうわけで日頃からです。これ日頃からですよ。日頃から私たちは自分を作っている誤運というものは一体どういうものか、私に仕えてくれてる愛想の良いあの召使いの本性は何なのかということを見抜くように、なんていうかな、目を凝らして自分を見つめていかなければならないという、そういう教えなんですね。はい、なかなかよく考えられた深みのあるお経だと思います。じゃあ次回はまた次のお経をご紹介します。今日はこれでご無礼します。ごきげんよう。